ヌニバク島は、ベーリング海で2番目に大きな島。永久凍土に覆われた火山島で、アラスカ州のユーコン川、カスコクウイム川デルタの沖約 48km に浮かぶ。面積4226.78平方キロメートル、長さ7.2キロメートル、幅106キロメートルで、アメリカ合衆国で8番目に大きな島である。年の調査では、 人口191人。ヌニバク島の旧街、ヌニバク島の砂丘火山起源の島であり、白亜紀の堆積岩の上に小さな縦状火山から流れで多溶岩により形成された海抜500フィート以上の溶岩台地が広がっている。島には約60個の噴石球と4個のマールが点在している。火山活動の歴史からベーリング海火山地域の一部とみなされており、 イキルイット溶岩層という火山地形が見られる。島の東海岸と南海岸にはキス水ラグーンが見られ、北西部は旧街となっている。島のバイオームはツンドラであり、高さ4フィート未満の柳の木が見られる。また、数種の絶滅危惧種を含む、少なくとも89種の渡り鳥の飛来地であり、夏には海岸部や内陸部のツンドラ湖が繁殖地となっている。 戦史時代よりカリブーの生息地であったが、19世紀後半から20世紀、初頭の乱獲により絶滅してしまった。そのため、1930年代から40年代にかけてアメリカ政府はカリブーとジャコウ牛を導入し繁殖させた。現在、これらの動物は現地法人によって管理されている。ヌニバク島の子供たちヌニバク島のほぼすべての永住者は、 ユピックエス規模であり、より細かくは中央ユピックに属する。なお、島民はカップ IG を自称する。恒例の島民はユピック語の一つである中央アラスカユピック語を大一言語としているが、ほとんどすべての島民は英語を話す。島民は持続自給の飼料や本土での商業漁業に大きく依存している。イバンペトロフによる八百八十年の国勢調査では、 島の9つの村で計702人にを数えたが、1900年の伝染病により人口は激減した。以降は移民等により200人程度の人口を保ち、現在では全住民が北岸にあるメコリャックに住んでいる。マスクを着用した島民、ヌニバク等の芸術は古代から受け継がれたもので、特に生打ちなどの動物を模したマスクが特徴的である。このマスクは古代では、 商業用として用いられ、後に祝祭や踊りで用いられるようになった。生打ちは、革は、カヤックや靴底、蝶は防水やマグ、骨は道具にするなど、島民が衣食住において依存する重要な生き物であった。ありがとうございます。